雪、沢千代寺雪、沢千代寺四月一日から九百七十年二月二十日は、日本の内務官僚、政治家、府県知事、衆議院議員、長崎県西園議群雪浦村出身、雪、沢梅太郎の次男として生まれる。第三高等学校を経て、九百十九年、東京帝国大学法学部法律学科を卒業、同年十月、 高等試験行政科試験に合格。内務省に入り、静岡県属となる。以後、岩手県理事官兵庫県警視、内務事務官、新潟県書記館、学務部長、内務省土木局公安課長、大臣官房都市計画課長などを歴任。1937年6月、岩手県知事に就任。以後、熊本県、愛知県、京都府の各知事を歴任。 1944年4月、愛媛県知事県四国地方行政協議会長となる、松山海運局長、四国軍事管理部長も務め、1945年4月に退官、日本医療団副総裁に就任、戦後に公職追放となった。1952年10月、 第25回衆議院議員総選挙で、長崎県第1区に自由党から出馬し当選。1953年4月の第26回総選挙で落選した。その他、日本繊維工業株式会社顧問、東北電気製鉄株式会社取締役、東北製塩化学工業株式会社社長などを務めた。1970年2月20日死去。年80。 ありがとうございます。